はい、どうも皆さんこんにちは、正和です。いつもありがとうございます。今日はですね、ヘアンパがてら動画撮影してるんですけれども、以前牧草アレルギーになりました。牧草だけが原因じゃないみたいなんですけど、っていう動画を出して、いろいろね、ご心配をかけてしているとこなんですけれども、牧草の質以外、粉が舞いやすいとか、そのあたりのね、原因もあると思うんですけど、それ以外の部分でですね、アレルギーの発作のようなものがですね、起こらないために、やってみないとわからないんですけど、床材を変えてみようと思って、あるものを購入しました。普段は、こんなふんわりマットとか、ソフトマットというね、おがくずっていうんですかね、木のくずを敷き詰めて、床材にしてるんですけど、確かにね、すのこのケージに比べて直接こう、ふわふわの床材の上に暮らすと、ソアホックはね、なりづらくなりました。足の裏の病気ですね。毛が抜けちゃうっていう病気。ただ、その分ですね、粉がすごい舞って、それからなんか気分が悪くなったりとか、で、モルモットの動画でもね、海外の方からコメントがあって、そのおがくずとかをね、床材にすると、モルモットが肺炎になる恐れがあるから、変えた方がいいですよと、ペットシーツにした方がいいですよとね、そういうコメントいただいてたんですけど、ひとまずね、ペットシーツも視野に入れつつ、こんなものを買いました。前置きが長くなっちゃったんですけど、はい、これですね、ウサギ小動物の、猫のトイレ砂。亀爬虫類の色材にも使えるんですね。3ビーズ。固まる成分が入ってないから安心。10キロ入りですね。いやー、こう見るとね、かなりやっぱ10キロいたから、大きいですね。これはね、ネイチャーブリードさんっていう、前回、ウサギの牧草、お試しセットの、紹介ね、動画を出したんですけど、それと同時に購入したものです。早速ね、中をちょっと確認してみましょう。はい、中身をね、少し取り出してみたんですけど、こんな感じ。ヒノキ屋よりも色が濃いペレット状の床材ですね。これ、おしっこをしたら、こう、崩れて、なんて言うんだろう、砂状みたいな感じになると思うんですけど、ただね、いくら10キロあるとはいえ、いくらだったかな ?1738 円。購入した日にち現在のものにはなるんですけど。だからやっぱりペットシーツもね、敷いて、で、それをね、かじるのを対策ちゃんとして。で、これはね、四隅に置くとか、トイレの中に置くとか、そういう風に、これから使って、アレルギーね、起こらないように対策していこうと思います。やっぱね、一つ一つ変えていくことが大事だなと思って、いろいろ他にもね、変えていってることあるんですけど、確かにね、ちょっとずつ良くはなってきてるので、またこの床材もね、変えてみたいと思います。はい、ということでね、実際に変えてる。変えてるところはですね、また後日、何日後かの動画でね、出したいと思います。ペットシーツも一応買ったので、それもね、かじられないような対策をして、で、なおかつこれも使って、匂いもね、かなり抑えられると思うので、そのあたりの感想も、その時ね、お話をしようと思います。はい。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。あと1600人チャンネル登録、いきました。いや、本当にありがとうございます。また記念ライブみたいなのね。本当にそんなに大々的なパーティーみたいなのはできないんですけど、ライブをしようと思いますので、ぜひ遊びに来てくださいね。
それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。はい、そしてこのボール1杯分ぐらい、前回の動画で紹介したいあのトイレの砂ですね、これをちょっとね適当にここに。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。他にもたくさん動画を出してます。そして他のチャンネルもですねいくつかやってますので、よければ概要欄のリンクからご覧いただけたらと思います。こちらにね画面に出ている動画もチャンネルもおすすめですので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。